皆さんどうもこんにちは、ビューティーです。今回は忍者ジャジャマルコレクションのファミ通紹介をしていきたいと思います。ロムカセットコレクション新ブランドとして続々登場します。忍者ジャジャマルくんは1985年にジャレコからファミコンで登場しました。そうですね、ミリオンセラーを記録するほどの人気を博して、その後はシリーズ化、さまざまなハードで新作が作られました。もしかしたらいずれスマブラに参戦するか、ダウンロードコンテンツでスペシャルに参戦する可能性も高いですね、ここまで人気があると。まあそれはさておき、では忍者ジャジャマルくん、1985年発売です。さらわれた桜姫を救うためにジャジャマルがナマズ大を率いる妖怪軍団に挑んでいくゲームです。そしてジャジャマルの冒険、1986年発売で、殿様から桜姫の救出を命じられたジャジャマルがパワーアップした妖怪軍団と戦いを繰り広げる横スクロールアクションです。そしてジャジャマル忍法帳、全国各地で発生する怪奇現事件を解決するためにジャジャマルと桜姫がコンビを組んで妖怪退治に出ます。そしてジャジャマル激魔伝幻の金魔城、1990年発売ですね。これは噴動や手裏剣など多彩な忍具を使いながら戦っていく見下ろし視点のアクション RPG です。まあゼルダの伝説みたいなものですね。そして忍者ジャジャマル銀河大作戦、1991年発売、まあ私の誕生日ですね。ファミコンで発売された最後のシリーズで RPG からおなじみの横スクロールアクションに返り咲いた作品です。まあそういう作品があるということですね。そしてシリーズ最新作も楽しめます。この6つのゲームが収録されているということですかね。これは第1弾であるようですね。さらに第2弾、第3弾の情報もあるようです。第2弾はジャコレをフィーチャーしています。エクセリオン、アーガス、妖怪クラブ、ソルダム、そしてロッドランド、バイオ戦士 DNAN、インクリーザーとの戦いなどがあるようです。そしてサンソフトの作品が勢ぞろいしています。まあいろいろと、まあよくわからないんですけど、まあアクションゲームということはよくわかりました。まあバラエティー、まあアクションゲームのバラエティーということで、まあそうですね、まあおゆき、カラカッサ、ジャジャマル、青ジャジャ、クロベ、キジャジャ、赤目ジャジャ、緑ジャジャという種類があるようですね。開発状況は 70% となっておるようです。まあちょっとよくわからないのでうまく説明できたかわかりませんが、今回はこの辺で忍者ジャジャマルコレクションのファミ通紹介を終了していきたいと思います。見てくださった方々、ご視聴ありがとうございます。チャンネル登録および SNS での拡散をよろしくお願いします。